皆さんこんにちは、おむつです。今回は爬虫類飼育者の憧れの生態の一つ、ジャイアントゲッコウについてお話ししていきます。2021年現在、ジャイアントゲッコウはベビーサイズで15から20万円くらい、ヤングからアダルトサイズでは30万円ほどです。住んでいるニューカレドニアのどの島に住んでいるかで色や大きさなどが異なり、その区分けをロカリティと呼んでいます。例えば本島のグランテラに住んでいるものはグランテラというロカリティで販売され、サイズが大きくなりやすいことが特徴です。それ以外の島に住んでいるものはヘンケリーと呼ばれて色鮮やかなことが特徴です。また別の見方で、本島のものはキアシュ、それ以外のものはアシュとする見方があります。このジャイアントゲッコウ、最大サイズはなんと約40センチほどにもなると言われています。そのボリューム感、存在感が人気の一つですが、魅力はそれだけではありません。大型ゆえのどっしりと構えた性格、発達した歯科白板のひたひたとした感じ、絶妙な肌触りと派手すぎない、しかし野生的で爬虫類的な色合いなど魅力がたっぷりです。また顔をよく見ると、恐竜のようにゴツゴツとした鱗とギョロッとした爬虫類らしい目つきはとてもかっこいいです。たくさん食べて、たくさん動いて、たくさん排泄するので、大きなケージを用意したり、餌をたくさん用意したり、糞をこまめに掃除したりと手間がかかる部分はありますが、それを補って余る魅力がジャイアントゲッコウにはあります。ちなみにジャイアントゲッコウ、ニューカレドニアでは実は大型の哺乳類がほとんどいないため、ほぼ最強の爬虫類です。なので仲間のミカドヤモリを食べてしまうこともあるようで、飼育下でも餌用ヤモリを与えると喜んで食べます。基本的にはクレステッドゲッコウ用の人工飼料のパンゲア、レパシーといったもので育てることができます。ただクレスなどと比べると、野生下では小型の爬虫類や哺乳類を食べる機会が多いのだろうということが想像できますので、我が家では時々ピンクマウスや餌用のヤモリも与えるようにしています。先ほど述べたジャイアントゲッコウの魅力の一つ、その肌触りについてなんですけれども、まるで綿のような、しっとりとしているような、ザラザラしているような絶妙な肌触りと、ボリューム感ゆえのそのずっしりした印象、これは一度ハンドリングした人を虜にしてしまいます。まあ、ただ個体の性格によってはなかなかハンドリングが難しい個体もいます。まあ、そういった個体をしっかり手なずけられた時の達成感だったり愛着というのはものすごいと思いますので、そういった子をお迎えするから失敗したと思う必要は全然ないと思います。まあ、万が一個性として本当にハンドリングができない個体がいるということもあるとは思いますので、そうなったらもううちにはヤクザがいるんだということで、ケツ持ちを持っているような、何ですかね、広い心を持ったような強気な姿勢で人生過ごしてもらうというのもいいのではないでしょうか。さて、ここから購入する際の具体的なお話です。ジャイアントゲッコウの購入を検討する際には、まずサイズ気になると思います。ミカドヤモリの仲間はベビーの頃に餌がしっかりと餌付かずに亡くなってしまったという話、実はよく聞きます。なので自信のない方はヤング以上の個体を購入するのがおすすめです。ベビーでも気に入った個体がいた場合には、お店で何をどのようにどんな頻度で与えていたのかというところをしっかり質問してチャレンジするのが良いと思います。で、次に気になるのがロカリティですよね。比較的流通路があり大きくなるロカリティはマウントコギス、ヤテ、ポインドミーなどです。ヤテやポインドミーは流通路は若干少なく、他のロカリティとクロスされている純血の個体を探すのはかなり大変です。また価格も高いです。もう一つ、グランテラという大きな括りで流通されているものもいて、これも大きく成長します。その中からタイプ A、タイプ B、タイプ C といった感じで分けられていることもあります。この分け方が一体何か、私も細かくは把握できていないんですけれども、まあ、ある種のラインのようなものと捉えて、タイプごとで特徴が細分化されているというふうに解釈しています。我が家で飼育しているババちゃんは、
グランテラのタイプ A というものになります。比較的大型化しやすい個体ということで、タイプ A の特徴は大型化しやすいことなんですというふうにも購入したセップさんで説明を受けました。ここからは私の見解も入りますが、ロカリティごとの分別がしっかりされていなかった頃に、ヤテやポインドミといったものがグランテラのタイプ A として出回っていたという話は聞きましたので、まあ、そのまんまのラインが流れてきている、もしくはそこに何かしら別のグランテラをクロスしたといったものがきっとグランテラのタイプ A ということなんじゃないかなとは思っています。もし詳しい方で補足などあればぜひ教えてもらえると嬉しいです。でちなみにジャイアントゲッコ、寿命は20年以上とも言われています。まあ仮に20万円で買ったとしても20年生きてくれればもうそれはほぼただみたいなもんですよね。一度購入すれば長い期間付き合ってくれるとってもいい生き物です。まあ、まずはいろんな種類があることを一生懸命勉強して、その後実際にいろんなロカリティをお店でも見てみてお気に入りの個体を探すのがいいと思います。なんたって一匹数十万円する買い物ですから、せっかくなら納得いく、一生この子と一緒にいたいなと思える個体を購入した方がいつまでも幸せにいれると思います。ちなみにジャイアントゲッコーのいろんなロカリティの写真はフミリオの西澤さんが著者のミカドヤモリの教科書にたくさん記載されていますので、気になる方はぜひ購入してみてみてください。我が家ではマウントコギスとグランテラのタイプ A、 この2匹を飼育していて、飼育環境の紹介や餌やりの方法の動画なども出しています。気になる方はぜひ見てみてください。またぜひ高評価もお願いします。また今後はジャイアントゲッコーの繁殖にもチャレンジしたいと思っているので、気になる方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。ちょっと今後こうやってラジオ形式で爬虫類の特徴を説明するような動画をいくつか出していきたいと思います。このスタイルいいなと思った方は高評価で表してくれると嬉しいです。それによってちょっと今後も続けていくか検討したいと思います。それでは今回の動画を終了します。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また Twitter や Instagram もやっていますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。